日本海軍の浅潮型駆逐艦三番艦である。1937年10月に竣航した。1944年10月、霊天沖海戦で、すり顔海峡に突入し、米艦隊の来撃を受けて沈没した。1935年9月28日、藤永伝造船所で建造する駆逐艦が満潮と命名された。11月5日に、寄港。 1937年3月15日に浸水。10月31日に竣工し、朝潮、大潮と第25駆逐隊を同日編成した。11から12月にかけて中止方面で活動し、帰島後に佐世保海軍交渉で蒸気タービン機関の改造工事を実施した。1938年1月、荒潮が編入した。 3月20日、有田三次艦長が病死した。1939年11月1日、第25駆逐隊4隻は、横須賀陳樹府へ転籍し、第8駆逐隊を編成した。11月15日に、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入され、以後中国方面で活動した。太平洋戦争開戦時、第8駆逐隊は、 第二艦隊の指揮下で南方部隊本隊に加わっていた。マレー第一次上陸作戦、リンガエン湾上陸作戦を支援、1942年1月からアンボン、マカッサル攻略作戦に従事した。日本軍はバリ島の攻略を計画し、第8駆逐隊と輸送船2隻は2月19日未明にバリ島に到着、兵員と物資の揚陸を始めた。 夕刻に揚陸は完了したが、昼に空襲で輸送船相模丸が損傷し、満潮と荒潮が護衛して、先にマカッサルに帰還を始めた。同日夜に、ロンボック海峡で朝潮と大潮が、ミーランの連合艦隊と交戦、ランク畜艦、ピートハインを撃沈したが大潮が損傷した。急報を受けて反転した満潮と荒潮が、バダン海峡に突入し、 二日午前三時四十七分に、放線を開始した。帰還室に被弾した満潮は大橋六十四人が、戦死、航行不能となったが、海峡を漂流しながら、残敵の紹介に当たった。午前六時、慶順ながらと、第二1一駆逐隊が到着、若葉と小美が、第八駆逐隊の両艦と協力して、満潮の救援を行った。午前十時、荒潮が、 満潮の栄光を始めたが、空襲の回避行動で栄作が切れ、満潮は、資金弾で、さらに浸水した。沈没は免れ、マカッサルに帰投した。山本56連合艦隊司令長官は後日、バリ島沖海戦を戦った第8駆逐隊に、感情を与えた。4月10日、バリ島沖海戦で大潮、荒潮も損傷した第8駆逐隊は、 第4水雷戦隊に編入された。満潮と大潮はマカスサルで応急修理をした後、16日から17日に高尾を経由して22日に横須賀に寄港した。5月10日に横須賀を出発12日に呉に到着。長期修理のため15日に特別駅無官に指定された。10月20日、第8駆逐隊に復帰した。 満長は、ラバウルを経由して、ブーゲンビル島のショートランド白地に到着、駆逐艦隊によるガガルカナル島へのネズミ輸送に投入された。万長は11月2日に朝潮、シ波、ウラ波、ミ、シキナミ、5日に朝潮、朝雲、アサグモ、ムラサメ、ハルサメ、ユーダチ、シグ9日に朝潮、朝雲、アサグモ、モチズ しぐれ、白露、夕暮れと揚陸作戦を行い、いずれも成功した。海軍は、ヘンダーソン飛行場基地への大規模な艦砲射撃を計画し、満潮は作戦に備えて6日に第7戦隊の指揮下に入った。しかし12日夜に、第3次ソロモン海戦が勃発し、出撃準備中の13日、ショートランド白地の海岸近くで停泊中に、 米軍大型機の爆撃を受け、資金弾で大破浸水し、航行不能になった。12月22日、外南洋部隊は朝潮に、満潮の栄光、甘霧に護衛を命じ、満潮はようやく、ショートランドからトラック白地に移動した。満潮は、工作艦明かしで、応急修理を行った。第8駆逐隊は12月29日に復帰した。 大潮が1943年2月21日、朝潮と荒潮が3月3日、それぞれ沈没した。3月6日、満潮は、駆逐艦浜風の栄光と埋風の護衛でトラックを出、出港、サイパンを経由して16日に、立山に到着。その後、横須賀や横浜選挙に入居した。4月1日、第8駆逐隊は、解体した。満潮は、 横須賀鎮守府の警備駆逐艦となり、同日付で、朝潮型駆逐艦の公文書上の表記は、満潮型駆逐艦に改定された。10月31日、満潮は、第24駆逐隊に編入した。11月14日に修理を完了し、同月下旬に、瀬戸内海へ移動、訓練に従事した。12月3日、 修理を終えた第24駆逐隊3隻は葛島に集結。このうち満潮は横須賀に開港した後、12日に空母2隻を護衛して横須賀を出発、17日にトラック白地へ到着した。21日、満潮はタンカーを護衛してトラック白地を出発した。同日、天霧などが護衛するタンカー消火は丸が、 米潜水艦スケートの来撃で撃沈された。満潮は現場に急行して雨切り、解剖艦を置き、金城丸と合流し、急難隊の軽巡の城、駆逐艦弁、響き、浜風と合同で救助し、23日にトラックへ戻った。12月29日、従順熊の従順鈴屋、駆逐艦谷風とトラック白地を出港、31日に、 ニューアイルランド10日ビエンに到着して、物資と兵員を揚陸し1944年1月1日に帰還した。輸送任務を解かれ、10日に駆逐艦藤波と共に戦艦ヤマトを護衛してトラック白地を出発。15日に瀬戸内海へ到着した。その後、満潮は横須賀へ移動した。24日、満潮は駆逐艦白露。 雷と共に輸送船3隻を護衛して、横須賀を出発、トラック経由で、ウェイク島へ向かうが、31日に、靖国丸が、米潜水艦トリガーの雷撃で沈没した。2月1日、トラック白地に到着した。両風は1月25日、海風は2月1日、米潜水艦の雷撃で沈没した。二月十日、満潮、白露、初春、若葉、 駆逐艦玉葉は、戦艦武蔵、軽巡業ヨド、空母随宝、空母千代田を護衛して、トラック白地を出港。15日に、横須賀に到着し、千代田、随宝、初春、若葉、玉葉は、暮に向かった。24日、白露と武蔵を護衛して、横須賀を出発。2月29日に、パラオに到着した。 3月31日、第4駆逐隊に編入された。この頃、潜水艦の攻撃で勝破した武蔵を、白露、藤波と共に護衛し、4月3日に、呉駅へ帰した。4月7日、万長は、第4駆逐隊領艦の山運、野分けと合流し、内海で、整備や訓練に従事した。5月11日、第四駆逐隊と収葬、早島、玉葉。 シグレは、武蔵と、空母6隻を護衛して、最久安を出撃し、タウイタウイに向かった。16日に到着し、第4駆逐隊は、タウイタウイ白地の警戒や機動部隊の訓練に従事した。6月1日、田中智少佐が艦長に任命された。第4駆逐隊は、機動部隊の護衛として、マリアナ沖海戦に参加した。 6月20日に、費用が沈没し、満潮は浜風、修走、早地も等と乗組員の救助に当たった。費用艦長、副長とも満潮に収容された。満潮は他の駆逐艦が引き上げた後も、単艦で捜索し、日没後は単焦灯も使った。海戦後、燃料が不足した浜風、しぐれ、修走、早地も、 万長は先に沖縄へ向かい、23日に中城湾で領艦の野分け、三雲と合流した。万長は、費用の生存者を順用に引き渡した。7月上旬、三雲、野分けと共には、ダバオの戦艦扶桑の内地開港を護衛した。10日、朝雲が編成上、第四駆逐隊に編入された。14日、万長、三雲、野分けは、 スクモ湾で不装と別れ、15日に横須賀に帰島。満潮は修理と整備に当たった。8月6日、満潮の明、三け、軍はタンカー亭洋丸を護衛して横須賀を出港。イマリ湾でミカド洋丸と別れた。佐世保へ向かい、戦艦春名と合流した。15日、4隻は佐世保を出港し、21日にシンガポールに到着した。 第4駆逐隊の3隻は、レーダー改装工事を行った後、リンガ白地へ移動、朝雲と合流した。以降、早1号作戦の発動まで白地周辺で訓練と待機が続いた。10月17日、満潮と、の分けはシンガポールへ移り、タンカアオスオートリマルと、発光丸を護衛して21日に、ボルネオ島北部ブルネイに到着した。 同日府の早一号作戦の編成で、満潮、朝雲、三雲は、第一栄撃部隊の、第三部隊、野分けは、第二部隊に編入された。22日、西村地中城は、戦艦山城、不装、従順西城・駆逐艦しぐれ、満潮、朝雲、三雲を率いて、ブルネーを出撃し、25日未明に、すりが海峡に突入した。 魚雷艇の攻撃は撃退したが、続く米駆逐艦隊の魚雷攻撃で満潮、朝雲、三雲は次々にひかみなりし、戦闘不能になった。米軍側の記録によれば、駆逐艦ハッチンズが、被体中の朝雲に魚雷5本を発射し、これが満潮に命中して26日午前3時58分に沈没した。高橋駆逐隊指令を含め、 約230名が戦死した。朝雲と三雲も沈没し、西村艦隊はしぐれを除いて全滅した。野分けも同日中に撃沈され、第四駆逐隊は全滅した。1945年1月10日、満潮は駆逐艦席から除籍され、第四駆逐隊も解体された。艦名は海上自衛隊の潜水艦。 道しと、道しに継承された。佐藤康夫中佐、1937年7月6日から1937年10月31日。佐藤康夫中佐、1937年10月31日から1937年12月1日。有田三つ中佐、1937年12月1日から1938年3月20日病死。 勝美はじめ少佐。1938年3月20日から1938年8月2日。吉田義し中佐。1938年8月2日から1939年7月24日。鈴木正明少佐。1939年7月24日から1939年10月15日。大島一太郎少佐。中佐。 1939年10月15日から1940年11月15日、小倉正美少佐、中佐。1940年11月15日。1942年8月20日、戸村清志中佐。1942年8月20日から1943年1月25日、鈴木多元厚中佐。 1943年1月25日から1943年5月1日1943年10月15日まで、艦長の発令なし、藍沢忠し大尉1943年1月28日から1943年1月30日、原口昇中佐。1943年10月15日から1944年5月2日。 平田正明少佐、1944年5月2日から1944年5月10日。高橋亀四郎大佐、1944年5月10日から1944年6月1日。田中智夫少佐、1944年6月1日から1945年1月10日。ありがとうございます。